どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレを使いまして、いろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今回のテーマソングがすごいですよ。ドン、ウェディングベルシュガーです。1981年リリースの、もう歌詞を見たらもうなんというか、もう涙が出てくるんですよね。これはなかなか切ない、まあ子供心にめちゃくちゃインパクトのある曲だなと思いました。で、今改めて聞いてみると、この曲ですね、めちゃくちゃおしゃれなんですよ。すごくフレンチポップみたいな感じで、なんかこうこんなにおしゃれでかっこいいことやっていたんだなっていうふうになんか思い知りましたけどね。この曲ね、ちょっと慣れてきたらやっぱ何人かで、ね、ハモリハーモニーでやったらこれ最高だと思います。このコーラスの追っかけっこみたいなのもありますからね。そんなお楽しみ方もできる素晴らしい曲だと思います。やっていきましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョンやります。そして後半はかっこいいバージョンやります。かっこいいバージョンはなんといってもこのリズムですね。ちょっとね、こうフレンチポップっぽいっていうか、ちょっとこうウキウキした感じなんだけど、歌詞の内容はそう切ないわけでございます。独特のリズムとこのグルーヴ感を表現していこうと思います。2バージョン最後までぜひともご覧になってくださいませ。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽って聞くのは最高ですけどね。やる方がもっと最高なんですよ。ぜひ音楽始めてください。でもな、私音楽きっと無理だと思います。不器用で苦手とか、楽器一回昔チャレンジしたんですけど、私ダメだったみたいな方。もうそんな方があっという間にウクレレを弾いて歌う弾き語りができるってプログラムが、この今ご覧くださってるガズレレにはあるんですよ。もうちょっとしたらそのね、プログラムのリンクをここに貼り付けます。そしたらね、ここに行ってもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけでも、あっという間にできるようになりますからね。もうこのね、このプログラムを見て、全世界中の方が始めて、ウクレレでね、ガズレレで音楽始めてくださってて、チャンネル登録の方も15万人超えております。皆さんもすぐできますから始めていきましょう。で、このプログラム行ってもらうとね、YouTube ですからね、これ全部無料ですから、今すぐ始めましょう。はい、ここからです。いってらっしゃい、クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきた、この世の中にある、ありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このちっちゃいウクレレ一本で、めちゃ簡単に楽しく、あっという間に弾き語りできるような、もうレッスン動画と課題曲、すでに1600曲以上もアップロードされております。これからね、音楽は聴くからやるにどんどん変えていきましょう、皆さん。はい。それでは早速やってまいりましょう。Sugar の Wedding Bell。ガズレレレシンプル簡単バージョン、ゆっくりとやってみます。1、2、3。Wedding bell on hell, から変わないでよ。Wedding bell, 本気だったのよ。Wedding bell, wedding bell. Organの音が静かに流れて始まる。お嫁さんが私の横すぎる。なぜなの教会の一番後ろ席に一人ぼっちで座らせておいて、二人の幸せ見せるなんて一言言ってもいいかな。くたばっちまえ、あーめな祝福の握手の輪に包む。私はこの子よ。お嫁さんの目に喜びの涙、綺麗な涙、悲しい涙にならなきゃいいけど、そうにならなきゃいい。そうよ、もうすぐあなたは私を見つけ、無邪気に微笑んでみせるでしょう。そしたらこんな風に言うのよ。お久しぶりね、おめでとう。とても素敵な人ね、どうもありがとう。招待状、私のお祝いの言葉よ。
しまい。ガズレレレシンプル簡単バージョンやってみました。いやーもう歌詞読んでるともう切ないんですけど、でもなんかどっかでね前を向いてるこの力強さっていうか芯の強さを感じますよね。まあということで歌詞はもう絶対にこれ読んでくださいと言わないまでも頭に入ってきちゃうと思いますけど、ね、演奏してたらね。はい、その辺のことも意識してやってみてください。で、今聴いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンでやらせていただきました。本当は1番と2番と3番っていう風に展開していくんですけど、ちょっとね、今回は1番と3番をやってエンディングになっております。2番やりたい方、コード進行はまるで一緒なので、2番の歌詞を書いて、1番のコード進行を書いて、2番の歌詞を書いて、それフルコーラスできますので、ちょっと慣れてきたら、ちょっと楽譜作りにもチャレンジして演奏してみてください。そしてまずね、まずは今の初心者さん向けシンプル簡単バージョンガズレレ YouTube と一緒に合わせて練習していきましょう。まずファーストステップとしては、ガズレレ YouTube の簡単バージョンと一緒にできること。これをゴールにしてください。まあこれでもね、結構この曲歌ってもらうとわかるけど、ほぼラップですからね。このね、そうよ、あなたと腕を組んで祭壇に、言葉がどんどん来ますからね。リズムに言葉しっかり当てはめて4つ引きでやる。これ結構難しくて面白いですよ。でもね、ぜひチャレンジしてもらいたいですけど、まずガズレレの YouTube 動画シンプル簡単バージョンに合わせれるようになったらおめでとうございます。ここファーストステップのゴールです。はい。じゃあ次のステップ行きましょう。次のステップは何かというと、今度はガズレレ YouTube と一緒じゃなくて、ご自身一人だけで、自分一人だけで音楽を生み出すのをやってもらいたいです。歌ってリズムを生む、音楽を生み出す、これが最高なんです。はい。その時やっぱり最初のうちはですね、楽譜を見て練習するのがいいと思うんですね。楽譜を見ていずれはでも覚えちゃってこうなんかね、大空の下で歌うといいかなと思うんですけど、この曲大空の下で爽やかに歌うかとかちょっとわからないんですけど、まあまあ最初はやっぱり楽譜で練習していきましょう。じゃあ楽譜ってどこにあるんでしょうってなると思うんですけど、安心してください。今ね、ガズはですね、このノート、今ガズが自分で手書きで書いたノートを見ながら演奏していったんですけど、ここにこんなねウェディングベルが書いてあります。ちゃんとイラストでね。はい、もうちょっとしたらこのカメラに今みたいにこんな風に写して、こんな風に皆さん書いてもらうのはいいんじゃないですかってシェアしようと思うんですけど、今ものすごい便利なサービス、これが始まってます。ガズクラブです。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日のウェディングベルを含むガズレレが今まで書いて書きまくってきたノート楽譜のもう膨大な数のストックの中から、皆さんがやってみたいな、面白そうだな、この曲いいなと思った曲をお手元に毎月5曲ダウンロードしていただけて、すぐに練習に入っていけるよというね、画期的なサービスなんです。で、このガズクラブなんですけど、楽譜のダウンロードだけじゃなくて他にも山ほどいろいろあります。最新情報としてはガズクラブメンバーだけが、めちゃくちゃ便利に利用できるアプリがあります。このアプリがあるんですよ。会員メンバーのすごいですよね。あとはですね、毎月2回行われている、ガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信、これがもう世界中からの参加でテーマ曲が毎回決まってて、めちゃくちゃ盛り上がります。もう汗ダクダクでもうわーって、ね、オンラインでこんなに楽しいんだって感じです。次回の日程はこちらになっております。これ皆さんガズクラブのメンバーになってこのイベント参加してください。毎月2回です。あとね、ちょっとガズクラブとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学っていうのもやってるんですよ。こちらは、YouTube のメンバーシッププログラムっていうのをやってまして、この今 YouTube 見てるここにメンバーになるというボタンがね、パソコンで見てる方あると思うんですけど、ここでですね、毎週2回ライブ配信をしながらウクレレのリズム練習、基本リズム練習もなんか千本ノックみたいなやつですねとか、面白いリズム構成とか、結構このお勉強です。大学ってついてるぐらいですから、このガズレレ大学は結構ねこう真面目ですよ。真面目トレーニングです。はい。だから、ガズクラブとガズレレ大学ちょっと分かりづらいんですけど、ガズクラブは楽譜を5曲ダウンロードできたり、もうわちゃわちゃやるなんかこう一つの街みたいなイメージですね。ガズレレ大学はちょっとアカデミックにお勉強の場所になってますね。キャンパスライフみたいなね。まあこれ面白い2つのこの活動してますんで、ぜひご参考にして、ちょっと、ね、概要欄にこの2つの詳しいこと書いてありますんで、ご覧になってください。それとあともう一個最新情報なんですけど、ガズラジといってガズが朝7時半から毎朝ラジオ放送配信してます。スタンド FM というところで、ラジオ配信してばどなたでも無料でいつでもどこでも聞けて、アーカイブも聞けるようになってますんで、この辺のことも概要欄に書いておきますんで、チェックしておいてください。はい、それではですね、楽譜を見てまいりましょう。ウェディングベル、シュガーね。
ベルが鳴っております。切ないなぁ。今、6月ですからね、一応、ジューンブライドって、まあ、コロちゃんがなければね、今、結婚式の季節ですけど、これ結婚式にあげる人にはこの歌は聞かせられて、ね、なんか微妙なとこですけどね。はい、でもメロディーとか、曲の雰囲気とか、歌詞の内容とか、ほんと、最高ですから。ぜひやってみましょう。はい、これ、歌い出し。ここめっちゃインパクトあるよね、これね。いつものことなんですけど、こう伸ばすって書いてあるの伸ばしてやって、で、ここ見てください。くるりんぱっとこうね、下にくるっと囲ってるコードは、後半やるかっこいいバージョンではこのコードに置き換えてますよということで、今のは上の段を、やったのはシンプル簡単バージョン。下の段かっこいいバージョン。これ覚えておいてください。で、ここでちょっとワンブロック間奏を入れますけど、ここもコード変わってきますからね。はい、ここもこんな風にワンブロック4つになったりとかなってます。それをちょっと認識していただいた上で、これ一時停止してメモってください。それか、デモ演奏内の動画の部分のテロップを一時停止して書いてもらうのもいいと思うし、先ほど紹介させてもらったガズクラブでこの楽譜そのものをダウンロードしていただくのもすごくいいと思います。はい、ガズさんはこの点でねタイミングを測ってるんです。ウェディングベー、ここから点からリズムが始まる。これを覚えておくとこのノートは結構読みやすくなります。ここでリズムがこう測ってます。はい、じゃあ一時停止でメモってください。まずこれイントロから1番な、ちょっと言葉がめっちゃ詰まってますからね。見てこのちっちゃい字、よく書けますよね。自分でもびっくりした。めちゃくちゃ細かくなっちゃうんですよ。つまり言葉がもうぎっちり入ってるってことですね。ほぼラップ。はい、でもね結構ね気持ちよく歌えますよ。ただしリズムにしっかり言葉も乗せていかないとちょっと一個ずれると大騒ぎってことになっちゃいますね。はい、いいですかね。はい、じゃあここアーメン、これやって、でこっから2番に入っていきますね。コード進行はもう一緒です。ずっと歌い方、歌詞が変わってる。なんで2番やりたい方も歌詞を変えていくとできるようになります。はい、いきなりここ3番に飛んでますからね。で、最後、ラストは、ここ、3回繰り返して終わるというのがエンディングですね。はい、こんな感じになっております。じゃあ、出てくるコード見ていきますよ。ちょっと場所がなくなっちゃったんで、この赤く囲ってるやつは後半出てくるコードなんで、今、映ってるのはこのコードです。今やったシンプル簡単バージョン。この6つですよ、今日は。C と A7 と F と Dm、G7、E7 で、今のシンプル簡単バージョンできました。コード6個。これ嬉しいやつです。初心者さんにもできると思います。なんですけど、今日ちょっとかっこいいバージョンで D7 も1回出てくるんですけど、今映ってるこの6個プラスこの1個はですね、これ入門コードの、超絶入門コードのグループなんです。ガズレレでおなじみのこれです。ドン。ガズレレ必須コードです。このガズレレ必須コードというのは一体何かというと、このちっちゃいウクレレでね、音楽始めたいなと思ってるウクレレ初心者の方に、一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループです。10個も覚えなきゃいけないと思うかもしれないんですけど、入門コードだから1個ずつ見たらめちゃ簡単。だけど10個いっぺんに覚えようと思うとね、頭ごちゃごちゃになってこんがらがっちゃうんで、私がめちゃくちゃわかりやすく頭にスイスイ覚えられるすごい動画撮ってます。ここにリンク貼っつけときますんで、この動画を見て10個のコード覚えちゃってください。今日はそこのうちの6プラス1で7個出てくるってことですけど、遅から早くこれはマスターしといた方がいいですよ。お時間の時にじっくり見てください。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思いますが、さっきも言ったようにこの曲ですね、言葉が結構詰まってて早いんですね。特に最後の方のおめでとう、とても素敵な人ね、どうもありがとう、招待状、この辺のね一言言葉がずれただけでもうダメになっちゃうんで、しっかりとリズム、言葉のリズムも注意して歌ってみるのがいいと思います。でしかもこの歌い出しとかウェディングベー、このあの独特の雰囲気、結構ねこの楽しいんだけど深いというかですね。はい、まずはやっぱり4つ弾きでじっくり歌をじっくり掴み取ってから、この後かっこいいバージョンの練習に入っていくのがいいと思います。じゃあかっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョンではコードがだから D7 は1個ね、さっき紹介したのが入ってるんですけど、3つそれ以外に3つ追加されます。まず1個目、これドン、 Fメジャーセブン、これがおしゃれなコードです。F メジャーセブンを押さえる場所を見てください。3弦と4弦の5フレットですね。こんな風に押さえるのをおすすめしてます。こことここの2つね。こんな風ですね。なんとこれ最高なんですよね。で、こうやって押さえてみると楽なんですけど、見てもらうとわかるように、5フレットまでこんだけ距離があるでしょ。おすすめは、人差し指をこう上げとくといいんですよね。この曲で言うと F メジャーセブンの次に E マイナーセブンとか来るんですけど、こっからここまでの距離ね、人差し指がこう先行してる分ちょっと来やすいんですよね。こうやってやっちゃうとね、ものすごく、すごく距離があるような気がする。まあ、ガズとしてはこの押さえ方をおすすめしておりますけど、まあ、これでも全然問題ないです。間に合えば全然大丈夫です。はい。はい、次のコードは、F マイナー。これはよく出てくるやつですね。はい、押さえる場所はここと、こことここ。こんな風に押さえるのが教科書通りでございます。わかる？こことこことここですよ。はい。はい。でこれちょっと押さえづらいコードなんで、ガズはですね、この部分を親指で押さえたりして、上から押さえて、どっちでもいいと思う、押さえやすい方でいいですよ。はい。親指で押さえようかなと思ったら手首を上に、人差し指で押さえようかなとしたら、ちょっと下というか前に出す。これがキーポイントです。あともう一個、これ。
C メジャーセブン。あ、ちなみにさっきの F メジャーセブンもそうでしたけど、大文字の M はメジャーということにガズレレ出しております。これ簡単。1弦の2フレット、ここですね。はい。この、さっき出てきた F メジャーセブンと C メジャーセブン、このセットで使うとめっちゃオシャレになるんで。F メジャーセブンから、C メジャーセブン。この辺が出てくるとオシャレ感高まるんで、かっこいいバージョンはこれね、押さえていきましょう。はい。今日出てくるリズムなんですけど、これはですね、なかなか、かっこいいリズムでございまして、いろいろ悩んだんですけど、今日はこれでいこうと思います。ドン !16 ビートのチャト。やっぱりカッティングが入るとちょっとかっこいいんですよね。はい。この2つの弾き方なんですけど、ここにリンク貼っつけときます。このリンク先は、ガズレレのホームページの1枚で、ウクレレでできるリズムのいろいろという、1枚のガズレレのホームページの1枚なんですけど、その中から16ビートのチャト、カッティング、それぞれの濃厚解説レッスン動画がアップロードされておりますので、ちょっとそれをまあ見ていただきたいですけど、このリズムはですね、結構難しいんですよ。で、今回さらにちょっと跳ねてる感じ、シャッフルというんですけど、チャッカ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 、普通のリズム、チャッ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 に対して、チャッカ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 チャッチャッカチャッカ、跳ねてる感じ。これでね、やるとかっこいい。ちょっと最初のところやってみます。で、しかも16ビートのチャにちょっとカッティングを入れて、ちょっと音止めてる感じ。まあ、やってみましょう。ワン、ツー、音が静かに流れて始まる始まる、こんな感じ。ドンズバカツパスパスバカツ、ドンズバカツパスパス、はい、かっこいいね。これカッティングっていうのはこう鳴ってるとこ左手で触って止める。今のにゆっくりやると音がダーッとタッと、これこんな感じ。そこにチャを入れる。これはなかなか難しいと思うんですけど、この弾き方はやっぱり基本となるさっきのね、リズムいろいろのところのリンクに行ってもらって、まあ、基本をマスターしてもらって、まあ、ちょっとこれファンキーで体ごっことこうリズムに乗っていく、イメージでやってもらうのがいいと思います。それでは曲のそれぞれのパートごと見ていこうと思うんですけど、最初のイントロはまあ伸ばすだけなんですけど、ここもトロロン、なんかトロロン、ちょっとね、こう渋くこうトロロロンとなるように弾けるのがいいと思う。斜めにこう弾いてあげます。そうすると、ワレンベー、ここで F メジャー、ちょっとやっぱ響きがね、ちょっと素晴らしいことになってますね。ぜひご体感ください。で、リズムに入っていくと、さっきのリズム16ビートのチャットカッティングのこうミックスされたリズムに入っていくんですけど、これがこう力抜けた感じでね、さっきも言ったけどちょっと緩い感じがいいです。せーの、オルガンの音の静かに流れて始まる。次のブロック注目、お嫁さんが私の欲望すぎる。今の D マイナー D マイナー D マイナー D7、こんな感じでワンブロック4つ入っていきます。そのまま曲は淡々と進んでいって、同じこのグループを保ったまま行くんですけど、あのサビのアーメンの、サビっていうかね、アーメンっていうところの最後のくたばっち前のところで止まるタイミング、ここだけ一応確認しとくと、じゃあ一人ぼっちでからやってみます。せーの、一人ぼっちで座らせておいて、二人の幸せに乗って一言言ってもいいかな。くたばっち前、このくたばっち前をたでダッと止めるのがいいですね。ひと言言ってもいいかな。ふたばっち前、はーって伸ばしてアーメンって感じですね。はい。そのタイミングでこう G7 で一回止まるっていうのがあるんですけど、でこれをそのまま3番も繰り返して、もう最後これ繰り返すだけ、あとはもうこれだけなんですよ。シンプルです。めちゃくちゃシンプルなんだけど、さっきも言ったようにこのベースそのものがね、このちょっと力が抜けてファンキーで、ちょっとリラックスした感じのこのビートっていうのがなかなかこれ今日難しいと思います。それで何回も言いますけど、この弾くところの16ビートもなんですけど、言葉の、歌の言葉のタイミングも16ビートでしっかりこうタイミング合わせてこないと、一文字ずれただけでもうちょっとおかしなことになっちゃうんでね。それは結構ね、これ経験値が必要だと思います。練習が必要だと思います。まず、オルガンの音が静かに流れて、ここもね、リズムに乗った方がかっこいいですからね。2番のエメロもね、祝福の拍手の輪に包まれて、なかなかこれで、ね、気持ちよくリズムに乗せるのはね、トレーニングが必要だと思います。何回も何回もこうリズム意識して歌ってみる。はい。歌と演奏がこうカシッと合わさった時にこれ初めてこう気持ちがいいなってなります。あとはね、こういう演奏面もそうなんですけど、もちろん、歌詞の内容ですよ。もうこの切ない、もう切ない。だけどちょっと前向きなね、こう強い女性のなんかこうイメージですけど、なんかね、もうなんかくたまっちまうみたいな、そういうちょっと可愛げがあるなぁなんて思ったりして、その心持ちも一緒に音楽に込めて奏でるのがキーポイントになると思います。はい。それでは、やってみましょう。
シュガーのウェディングベルガズレレルかっこいいバージョンやってみる。 1,2,3 ウェディングベルこの曲ね、やっぱ演奏すごい おしゃれですよね。なんかこうフランスのパリのなんか参考道歩いてるみたいな、なんかちょっとポップな感じもありつつ、なんかこの歌詞の切なさとかすごくこう不思議な魅力満載の曲、はい、もう感情を込めてね歌っていきましょう。はい、そしてお知らせなんですけど、ただいまガズのわがままウクレレとこのウスレレと、セミオーダーウクレレとガズの初めてウクレレ、初めてウクレレは即販売ですね。あとわがままウクレレとウスレレとセミオーダーは、予約注文ただいま再開中でございます。今日もこのコンサートサイズのね、ウスレレを使ったんですけど、まあ、いかがですか。これもすごくいい出来ですよ。はい、これももちろん含まれております。ちょっとご興味ある方ここにちょっとリンク貼っておきますんで、ぜひぜひぜひここ見に行ってください。こちら、ガズレレプロデュースのこのリュックサックです。これウクレレケースなんですよ。ここにプリント入ってる、これねコンサートサイズまで入るウクレレケースで、これねリュックサックにもなるけど、ここにもハンドルついてる、横にも持てるんですよ。で開けるとこういう風になってて、こういう楽器用のね分厚いクッション材が入ってて、ポーチが2つついてます。こっちちっちゃいポーチはチューナーとか入れたりとか、こっちの大きいポーチはカメラの三脚とか、これね譜面台も入ります。これを使ってこう中でねこう動くの防止、防止したりとか、いろいろといい機能が満載のこの 大ヒットリュックサック、残り少なくなってますんで、これ概要欄でチェックしておいてください。あと引き続きましてこの本、リットミュージックのこのシリーズ今3冊の本が、出てるんですけど、こちらの緑の方はこれ見て赤いニューエディションっていうのがありまして、これ中身ちょっと変わったんですよね最近。はい、これがもう累計12万5000部の突破のもので大ヒット商品になっているのに加えて、7月にはこちらの本、これの最新刊がまた出ますよ。この本のことも概要欄にありますんでチェックしておいてください。その他にもガズレレではいっぱいねグッズがあります。この使ってる、ストラップだとかキャップ T シャツ、夏になったらこの T シャツめちゃおすすめ。あとトートバッグとかいろいろあるんですが、この水引きもね、この水引きはガズの両親が一本一本手作りしてるやつなんで、これもおすすめです。この楽しいねガズレレグッズでさらに楽しいウクレレライフお楽しみください。それでは本日はガズレレ YouTube 動画見てくださってありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。